はい、こんにちは。心理学をもっと身近に、学術系コンサルティングのセカンダリー、長内でございます。本日はですね、5月6日です。5月6日木曜日、2011年ですね。違う、2021年の、5月、6日、でございます。本日ですね、日本心理学会2021年の、なんで2011年って言っちゃうんだろう、2021年の大会のですね、発表申し込みが、始まりましたね。僕も散々申し込み出ようかなとか、大会ウェブサイトが公開されないとか言ってきましたが、本日無事に、開始となりました。日本心理学会2021年度、大会の発表申し込みが開始、となって、います。まあね、ただね、日心本体のウェブサイトからはね、飛べないんですけどね。そこは、今日昼間行ったら飛べな、まだ未定のままになってましたけどね。まあ、それはいいとして始まったということです。でですね、まあ、本日も雑談なんですけども、日心大会申し込み開始、そして僕は心理学をもっと身近にする覚悟が試されているという、なんか大きな、大きな感じの、タイトルになってますけれども、その大それたことではなくてですね、まあ基本コツコツするのが好きなので、地道にやってるわけですが、細々とやってるわけですが、僕も大会は、発表で参加しようかな、ポスターかなんかで参加しようかなと思ってるんですけども、前にも申し上げた通り、